マトバフミオは、大井競馬場東京都騎手会所属の騎手。鉄人、大井の帝王の愛称で親しまれ、地方競馬全国リーディングを2回、大井競馬リーディングを21回獲得し、多くの重賞タイトルを手中に収めている。大井競馬場所属調教師のマトバナは老い、同級者所属休務員のマトバ行は、長男、佐賀競馬の元調教師のマトバ弘は兄にあたる。 日本中央競馬会所属の元騎手で、現長教師の的場人氏、その息子で、JRA 所属騎手の的場ハヤドラとは同性だが、血縁関係はない。先に騎手をしていた兄に影響され自身も騎手を志す。多くの名騎手を輩出した、大井の長教師の小暮義久の門下の最後の時期、弟子である。中学時代に、兄からのつてで、浦和競馬場の旧舎を見学したキロ。 羽田発の飛行機の待ち時間を利用して、大井競馬場を見学した際に、小暮に勧誘されたことにより、1971年に、機種見習いとして、小暮の旧舎に入り、中学卒業後に、地方競馬教養センターの第20期長機器候補生となる。同期には、森下博士、山崎博美、石川綱夫がいる。小暮はじめ門の兄弟,弟弟子は数多く、 赤巻夜松や高橋三郎、辻野豊、滝沢勝るのほか、一時期級車に席を置いた、松浦備内も兄弟子の一人である。さらにたどれば、小暮は、戦前から、群馬地区で活躍し、名長教師としてその名を残した、塩野七郎の一門であるが、この塩野から広がる流れは、現在の南関東公営競馬でも、浦和や大井などで人数の多い主流人脈の一つで、ある。 1973年に騎手デビュー。同期に森下博史、山崎博美、石川綱を大井から宇都宮へ移籍した野木秀文らがいる。デビュー時は小暮9社に所属2005年5月末まで長沼正義9社所属であったが長沼の引退に伴い移籍。松浦備9社を経て2008年6月16日から 正治連平級者に所属していたが、2012年11月25日付で、東京都騎士会所属となった。アラブダービーは、通算参照しているが、東京ダービーには2021年までに39回、挑戦して2着は10回あるものの、出走事務杯の成績で、単勝1.1倍の一番人気に支持された馬に、騎乗しながら、大い出送りを喫するなどの不運もあって、 未勝利であり、大いの七不思議の一つとまで言われている。ダービーに出走できなかったものまで含めると、3冠、第1弾の羽田沙和を圧勝しながらも故障した、マルゼンアデーアル、ナイキジャガー、単勝元返しの指示を受けた、羽田沙和で故障、予後不良になった、ベルモントドリームなどの例もある。的場儀場の東京ダービー二着馬中央競馬では、通算四勝。ガルダン、 ジョージモラーク、走る将軍で、ジャパンカップへの参戦歴がある。前哨戦のオールカマーでも自ら、手綱を取り、3頭とも2着に導いている。その後、中央、地方の交流が、坂になり、石崎高之、内田博之戸崎啓太のように、南関東から中央競馬へ、積極的に参戦する騎手も出現したが、 マトバが中央へ参戦する機会は滅多にない。2009年には、阪神競馬場で行われる、ワールドスーパージョッキーズシリーズの地方、競馬代表騎手として参戦。最下位に終わったものの、ジャパンカップダートで、ボンネビルレコードに起場した。2018年には、京都競馬場に参戦、メインの JBC クラシックでステルングランツに起場し、JRA 主催の GIQ 競争での試乗。 最高齢騎乗記録を更新した。2002年から2004年までの3年間、高知競馬場で黒船賞の前日に、的場文雄騎手招待チャレンジカップが行われた。もともとは、佐々木武美騎手招待チャレンジカップとして行われていたが、2001年に佐々木武美が引退し、同じ南関東で活躍している的場に、白羽の矢が立ったもの。2レースを行い、 着順をポイント化し、その合計により優勝を争った。2005年も開催を予定していたが、落馬事故による怪我の具合から開催までの復帰が難しいと判断され中止となり、以来この競争は行われていない。ありがとうございます。